アメン、ハレルヤ、アメン、アメン、イヌさん、ハレルヤ、ヒカルさん、ハレルヤ、アメン、吉原さん、こんばんは、アメン、ハレルヤ、時間変わったの、はい、もう1週間ぐらい前かな、9時からになりました。第3ハレルヤアメン、ジュタさんハレルヤアメン、アメンアメンアメン。この部屋はですね、普通のお部屋とちょっと違います。この部屋は電動部屋ですね。電動部屋というのは何かと言いますと、電動する部屋なんですが、何を電動するかというと、イエス・キリストを電動します。イエス・キリストを電動します。イエス・キリストを証しし、イエス・キリストを伝え、イエス様は誰であり、何をしてくださったのか、皆さんがですね、イエス・キリストが必要なんだ。アヤペさん、ハレルヤ、誰でもイエス・キリストが必要なんだ。イエス・キリスト、イエス・キリスト。今日もイエス様の愛で元気いっぱいです。こんばんは、キューちゃん。ハレルヤ、皆さんは、もうイエス様を信じている方もたくさんおられると思うんですが、イエス様を信じていても、私たちは日々励ましが必要です。日々油注ぎが必要です。クリスチャンは神の言葉によって生きます。人はパンのみに生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。アメン。私たちは、ですね、私たちは食べ物だけで生きているのではありません。肉体は、小野さん、日本政府にきちんと先生に言ってください。小野さんですね、クリスチャンは、まあ、そういう政治家のために祈るという責任もあります。私たちの祈りによって政治も良くなるのです。ですから私たちに責任があります。日本のために祈りましょう。日本の政治のために祈りましょう。日本の経済のために祈りましょう。私たちの祈りが日本を変えます。私たちの祈りが日本を変えます。私たちの祈りが世界を変えるのです。ですから皆さん、人間に期待したり、政治に期待したり、経済に、期待するのではありません。本当に世界を変えることがおできになる方、唯一のお方、イエス・キリストに期待するのです。イエス・キリストに期待するのです。そしてその方は素晴らしい方で、その方は私たちの祈りを聞いてくださる方で、その方は全知全能の、不可能は全くないお方。ぜひ皆さん、イエス・キリストに期待すること。それが私たちの信仰ではないですか。力のないものに期待してどうするのですか。能力がないものに期待してどうするのですか。私たちは本当に力のあるお方、全知全能のお方に期待します。アメン。ですから皆さん喜びましょう。喜びましょう。私たちは、いつも喜んでいいのです。いつも喜んでいいのです。状況がいいから喜ぶんじゃないですよ。クリスチャンだってですね、状況悪い時あるんですからね。最悪な時もあるかもしれませんよ。いろんな状況があります。いろんな状況がありますが、その、
状況によって喜ぶのではありません。状況によって喜ぶのではありません。神の言葉によって喜ぶのです。信仰によって喜ぶのです。変わらない方、決して変わることのないお方、神様にあって喜ぶのです。いろいろな状況を超えて喜ぶのです。多くの人は状況によってアップ一喜一憂して、状況によって喜んだり悲しんだりします。非常にこう不安定なわけですね。しかし私たちはその状況を超えて本当に信頼できるお方、神様を知っているのです。イエス様を知っているのです。ですから私たちはその状況で一喜一憂する必要はありません。いつも喜ぶことができるのです。いつも喜ぶことができるのです。ぜひ皆さん、そういうことの中で喜びましょう。ですからこの伝道放送も喜びの放送です。喜んでいいのです。喜んでいいのです。いつでも喜んでいいのです。状況悪くても喜んでいいのです。どんな状況でも喜んでいいのです。イエス・キリストを知ってるだけで喜んでいいのです。イエス様が素晴らしい方であることを知ってるだけで喜んでいいのです。イエス様を信じることができた、イエス・キリストを信じることができたということだけで喜んでいいのです。もしその方を知らなければ喜ぶ理由は全くないのです。私たちがイエス・キリストと関わってないならば、イエス・キリストを知らないなら、何も喜ぶものは何もないのです。何もないのです。私たちに喜ぶものは何もないのです。その方以外に、その方以外のことで喜ぶことは何もないのです。迫害を受けてもイエス様を信じ続けます。吉原さん、吉原さんはまだイエス様を信じたばかりなんですね。信じたばかりなのに迫害を受けてもイエス様を信じ続けます。素晴らしい決心です。素晴らしい決心です。アメン。アメン。アメン。そういうわけで、私たちは、世の中の人たちは、状況で喜びます。いろんな状況で喜びます。ね。いい状況の時に喜び、悪い状況の時に喜ばない。でもいい状況ってなかなかないですから、多くの人は喜んでないと言ってもいいかもしれません。第3、油注ぎを受ける人は幸いです。油注ぎを受ける人は幸いです。アメン。それではですね、今日のテーマいきましょうね。今日のテーマ、今日のテーマは、あなたには確かな保証が必要です、ね。あなたには確かな保証が必要です。では早速皆さんに質問しましょう。皆さんの保証は何ですか？皆さんの確かな保証は何ですか？書いてください。皆さんの将来の保証、皆さんの、生活の保証、皆さんの保証は何ですか？スタート。お金。そう、多くの人の保証はお金でしょうね。イエス・キリストを信じることです。天国が保証。ナマポが保証。神様が与えてくれている平安。イエス様が保証。油注ぎが保証。土地と金と油価証券と厚生年金が保証。十字架が保証。信仰で結ばれていることです。日本生命。神が保証。罪を許されたこと。頼れるものがないから神様を信じました。信仰義人。この放送が保証、この保証が保証、神様が守ってくれている安心感、
住職が保証、住職ってお坊さんのこと、神の子であるという保証、僕が保証、僕が保証、イエス様に祈れること、イエス様に祈れることが保証。いや、私が保証じゃダメですよ。 私は人間ですから、私が保証ではダメですね。ノイズがうるさい。神様が生きておられることが保証。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ノイズがうるさい、ごめんなさい。時々ね、ノイズが鳴るんですよね。ちょっと原因が不明なんですが、すいません、ちょっと直しようがありません。はい、じゃあもうすぐ答えいっちゃいましょう。エペソ1章の13、14ね、私たちの本当の保証はこれであります。はい、13、14、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。ここに書いてあるのは、聖霊が私たちが御国を受け継ぐことの保証、御国を受け継ぐことの保証ですね。聖霊様が証印であり保証だということですね。つまり、聖霊、イエス・キリストを信じる信仰によって皆さんは聖霊を持っています。その聖霊が保証です。その聖霊様が証印です。その聖霊を持っているということが御国を受け継ぐことの保証、天国行くことの保証、神の子供であることの保証、義とされていることの保証。人間はですね、老後の保証が本当の保証ではありません、老後の保証が本当の保証ではありませんで、人間の保証は永遠の保証なのです。天国に行く保証なのです。神の国を受け継ぐ保証なのです。神の子供の保証なのです。永遠の命の保証なのです。永遠の保証なのです。永遠の保証、これが本当の人間の保証なのです。そしてその保証は神が与えてくれた保証です。神様が与えてくれた保証、聖霊様は本当の人間の保証なのです。聖霊様が保証なのです。わかりましたか皆さん、聖霊様が本当の保証ですね。ちょっと面白いことしてみようと思いましてですね、人間がね、生きています。これは猿ですけど、人間のつもりね。で、こう人間がこう生きてるときは、肉体があるから、ちゃんと歩けるし自立ができますね。それでこう人生がこう終わるときに死ぬわけですが、死ぬとストーンと落ちてしまいます。どこに落ちるかというと、地獄に落ちるわけですね。保証がないから死んだ後ですね、落ちてしまうんですね。生きてるときは自分で生きてるつもりでいるかもしれないね。それで自分の足で生きている、自分の力で生きていると思い込んでるけど、死んで肉体がなくなったらですね、ストーンとこう落ちてしまいます。それはもう支えるものがないからですね。ところがですね、クリスチャンはですね、神様を信じて、イエス様を信じてですね、リトルさん、おばあちゃんがアメンと言いました、ハレルヤ、素晴らしい。
よかったですね。おばあちゃんがアメンと言いました。素晴らしい。クリスチャンはですね、イエス・キリストを信じる信仰によって神様とつながっています。目に見えません。目に見えません。クリスチャンは、神様とつながっています。聖霊を受けています。聖霊を持っています。聖霊は保証です。神様の保証です。ですから、こう、人生がこう、ね、歩いてるときは、神様に支えられているのがよく見えませんが、クリスチャンも死にます。死んだとき、落ちません。地獄に落ちません。なぜ地獄に落ちないかというと、保証があるから、ぶら下がっているのです。神様に保証があるから、落ちないのです。そして天に行くのです。ね、天に行くのです。このライフラインが信仰です。このライフラインが保証です。皆さん、保証が必要なのです。人間に保証が必要なのです。保証がないと落ちるのです。保証がないと、ね、保証がないと自分を支えるものがないのです。皆さん、人間には保証が必要なのです。人間には保証が必要なのです。皆さん、この世のものは保証にはなりません。この世のものは保証にならないのです。保証にならないのです。皆さん、今のうちです。今のうちに、天国生命保険をかけましょう。天国生命保険をかけるのです。今のうちに、全国生命保険をかけて今のうちに保証を作りましょう。今のうちに保証を作るのです。そうです。この世のものはすぐなくなります。この世のものはすぐなくなって、確かなものだと思っていたものが確かじゃない、保証だと言ったものが保証じゃなくなるのです。健康もなくなります。家族もなくなります。仕事もなくなります。貯金もなくなります。ね、信頼できるものがみんななくなっていくのです。信頼できるものがみんななくなって、ね、本当に確かな保証はこの世にはないのです。確かな保証はこの世にはないのです。本当に、地上ポイントはいりません。天国ポイントを貯めます。アメン。本当の信仰心はお金では買えません。アメン。アメン。はい、それではですね、英語いきましょうね。英語ですね。英語。はい。今日の英語はですね、ここですね、ルカ12章の15、ルカ12章15。 Watch out, be on your guard against all kinds of greed。 こっちですね。 Watch outBe on your guard against all kinds of greed. この greed が貪欲っていうことですね。Watch out というのは気をつけなさいというね。気をつけなさい、ね。あらゆる種類の貪欲に対して守りなさいということですね。あらゆる種類の貪欲に、対して守りなさい。Watch out.Be on your guard against all kinds of greed. 皆さん、貪欲とは何ですか？はい、じゃあ皆さんちょっと、答えてもらいましょう。ちょっと電話が来てる？はい、皆さん、貪欲とは何ですか？はい、答えを書いてください。貪欲とは何ですか？貪欲。貪欲です。貪欲とは何ですか？欲は悪。貪欲とは何ですか？
むさぼりですね、むさぼり、むさぼりです、むさぼり、まあ、お金も、貪欲の対象ですね。利益を追求すること、そうですね、非常に欲が、非常に欲が深いこと、人を罵り、悪口を言ったり、悪い言葉を言います。はい、ありがとうございます。執着すること、アメン。はい、貪欲というのはね、欲望の追求です。貪欲というのは地上のものを求めることです。貪欲というのは快楽を求めることです。貪欲というのはお金を愛することです。貪欲というのは、貪欲というのは肉的なことです。肉的なことです。イエス様は言いましたね、あらゆる種類の貪欲に気をつけなさい、あらゆる種類の貪欲に気をつけなさい、イエス様がおっしゃったのはこの地上のもの、肉的なものを求めてはいけないということですね。私たちは、肉的なものを求めていません。私たちは霊的なもの、天的なもの、神様の祝福、神様からくださるものを求めます。貪欲というのはこの地上のものを求めます。クリスチャンは、神から求めます。神様、イエス・キリストを通して神様から求める、これが本当の信仰です。これが正しい生き方です。人間はこの地上のものを求めるのではなくて、神様から求める、イエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して神様から祝福をもらう、これが信仰です。これが信仰です。これが信仰です。この地上のものを求めることが貪欲です。この地上から、地上の快楽的なこと、欲望的なこと、金銭的なものを求めること、これが貪欲です。これが貪欲です。イエス様がおっしゃいました、あらゆる種類の貪欲に、気をつけなさい、貪欲に気をつけなさい、貪欲に気をつけなさい。神からのものが一番良いものです。多くの人は神に求めないのです。多くの人は神に求めないで、欲に求め、この世のものを求めているのです。それは神様に対する罪なのです。貪欲は神様に対する罪なのです。皆さん、悔い改めましょう。悔い改めましょう。悔い改めましょう。貪欲を悔い改めましょう。肉欲を悔い改めましょう。私たちは神に求めるべきです。神に求めるべきです。私たちを作ってくださったお方、この宇宙を作ってくださったお方、すべてのものの父である神様に求めるべきではないでしょうか。貪欲は罪です。貪欲は罪です。貪欲は罪です。アメン。アメン。ですから皆さん、清い心というのは貪欲じゃない心です。清い心というのは信仰の心です。しかし多くの人は信仰ではなく貪欲の心です。貪欲の心は不信仰の心です。貪欲の心は肉的な心です。貪欲な心は汚れた心ですね。その人の目を見ると貪欲かどうか分かりますね。貪欲の目は貪欲ですね。信仰の目は綺麗な目をしていますね。皆さんの顔を鏡で見てください。皆さんの顔は貪欲ですか、綺麗な目をしていますか。貪欲ですか、綺麗な目をしていますか。皆さんの心の繁栄が皆さんの目なのです。皆さんの心の繁栄が皆さんの目なのです。どうやったら肉の欲望に取りつかれなくなりますか。油注ぎです。油注ぎです。油注ぎによって私たちの心が霊的になるのです。霊的になるのです。私たちの心が霊的になります。アメン、アメン。
それではですね、今日はね、エビアカシを聞きたいんですが、エビアカシのですね、同じようなのがちょっとありまして、クリシャンのフリーマガジンがありましてね、前にも紹介しましたけど、これはクリシャンスタイルというクリシャンのフリーマガジン。第3、この人誰でしょうか。第3、この人は誰ですか。そう、右輪さん、そう、この人は右輪さんですね。右輪さん、はい。そしてこの中にですね、AB 明石の逆で BA 明石があるんですね。BA 明石、ビフォアアフターで BA 明石ですが、ちょっと BA 明石をちょっと見てみましょうね。この人の BA 明石、お酒が友達、今は神様が友達、以前は目的のない人生、今はイエス様中心の人生。読めないな、ちょっと読めない、ごめんなさい、読めなかった。以前ピアノ大好き少女、今はイエス様に賛美を捧げる奉仕者へ。以前価値のないもの、今生きてていいんだ。以前はサタンに奉仕、今はキリストに奉仕。以前は不安な日々、今は平安な毎日。以前は下っていく人生、今は登っていく人生。以前はI love パチンコ、今は I love Jesus。 パチンコやってたんですね。以前は酒に酔う、今は御言葉に酔う。聖霊じゃなくて御言葉に酔う。以前は自己中心、今はイエス様中心。イエス様大好き。以前はギター大好き少年、今はイエス様に賛美捧げる奉仕者へ。以前は暗闇苦しみ、今は光の中喜び。以前は好き勝手、今は人のために祈る。以前は孤独、今は愛でいっぱい。以前は本当の愛を知らない、知らなかった。今は神様から愛を与えられた。最後、以前は仕事第一、以前は仕事第一、今は教会第一ね。いいですね、皆さんね。とても素晴らしい、BA 明石ですね。今のはビフォーアフターだから BA 明石です。はい、じゃあ皆さん、皆さんはこれから、AB 明石いきましょうね。 AB 明石、または、確かな保証を得た明石、確かな保証を得た明石、または AB 明石スタート。総選挙が気になる、イエス様が心を選挙。以前信じてなかった、今入院保証がついてきた。以前対人恐怖、今治った。今聖書まみれ、
以前死にたい、今生きたい。以前否定していた、今受け入れた。以前テロリスト、今クリスチャン。毎日威厳で祈る。聖霊様から与えられました感謝。以前は愛を知らなかった、今本当の愛を知った。以前 AV 見ていた、今 Q ちゃん放送毎日見ている。以前は Q ちゃん牧師あまり信用してないけど、今は信用しています。以前仏教、今キリスト教。以前は平和憲法を変えるべき、今自衛隊解体すべき。以前性欲で生きていた、今信仰で生きてます。以前偶像崇拝、今十字架崇拝。以前は健康保険証を持っていた、今は天国保険証を持っている。以前はゲイ、今はイエス愛。アメン。以前はキリスト教を避けた、今イエスキリストで迎え撃つ。以前は幸福の科学、今キリスト教。以前 T ポイント、今天国ポイント。以前は鬱で毎日の、闇の毎日。今油すぎでストレスゼロで光の毎日。アメン。以前は彼女に尽くしていた、今イエス様に尽くします。以前は宗教をやっていた、今イエス様だけを信じている。以前は不眠症だった、今安眠。以前はお金を得るために働いていた、今は神の救いを得るために働く。アメン。以前は NTT、 今 LTL 9ちゃん、霊的睡眠を手に入れると病気しなくなるんですね。以前は恋愛を求めていた、今神の愛を求めている。以前は闇の中で寒かった、今神の中で暖かいなり。以前は BL ばかり読んでいた、今聖書研究。今は以前はむさぼり過食、今食べなくて平気。以前は悪霊、今は聖霊。アメン。貪欲人生を改めるとイエス様に愛されるんですな。以前はネットゲームに夢中、今は教会に奉仕する。以前は食欲、今愛情。以前は食事の時にいただきますと言っていた、今はイエス様に感謝している。聖霊に満たされたいです。以前は悪米、今イエス様の証し米。まめこさん、喜んで許すことをするようになりました。クリスチャンは偶像を避けることに警告されています。イエス様に感謝していると冬でも心もポッカポッカしてくるんですな。以前は寝とうよ、今信仰を持って平和を愛するようになった。以前買った AV はすべて隣人にあげました。
LTL 教会訪問は楽しく真剣に礼拝して、交わりも最高でした。どんな人でもイエス様に変えられることを知りました。アメン。以前はむさぼり、今信仰の話。以前は人生が暗かった、今イエス様のおかげで驚くほど明るい。以前は人間的な愛、今イエス様の愛。以前はニートで引きこもり、今胸を張って外に出る。以前は酒タバコ大好き、今イエス様大好き。以前はイスラム原理主義、今 LTL 原理主義以前はメンヘラ、今は神の子。以前は仏壇に拝んでいた、今イエス様だけを見ている。以前は自己中、今は愛で生きるでやんす。ゲームをしていたけど悪霊が入るのでやめた。以前は失望、毎日が新しい。以前はキューちゃんに殺意、今キューちゃんを許せる。以前は猫背、今背筋ピン。以前はゴキブリに震える毎日、今信仰に燃える毎日。アメン。以前は不老者、今は神の子。親戚のおじが公務員なので祝日に国旗をあげたくないと言っています。どうすればいいですか？国旗あげなくてもいいと思います。以前は怖かった、今は楽しい。以前は目的のない演奏、今はハレルヤと賛美。以前は失望人生でお先真っ暗、これからはイエス様信仰だべ。以前は油注ぎが分からなかった、今油注ぎで涙。リカルさん。以前親を殴っていた、今毎晩親とキューちゃんの放送を見ている。よかったですね、和解できたんですね。以前は AKB、 今は賛美歌。アメン。アメン。以前は性欲の塊、今信仰の塊。以前は飲酒運転、今安全運転。以前はなんとなく不安、今のの本と生活。以前はうつで寝てばかり、今祈るために早起き。どうしたらやめられますか？ゲームとタバコ。祈ることですね。祈ることです。イエス様、ゲームをやめさせてください、タバコをやめさせてください。一生懸命祈ってください。以前は肉
肉的欲求を満たしていた。今霊的に満ち溢れて幸せ。以前は将来が見えなかった。今天国への駆け足が見えた。アメン。以前は信じるものがなかった。今イエス様を信じています。以前は受験勉強、今イエス様勉強。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以前は許すことができなかった。今許せる。アメン。素晴らしい。以前は暴力人生、今イエス様信仰。天国ポイント貯めるでしか、貯める。はい、ありがとうございます。アメン。証に励まされます。以前は天国はないと思っていた。しかし天国があっても誰も困らない。はい、ありがとうございました。アメン。アメン。キューちゃんの放送から元気を分けてもらえて幸せです。アメンうちは作ってもいいですか。いいですよ、作っても。キューちゃん、天国が存在するって素晴らしいですね。素晴らしいですよ。将来行くところがあるんですからね。皆さん、結局のところ多くの人はですね、何らかの保証を求めているんではないでしょうか。貯金している人はですね、将来の老後の蓄えとして貯金している人もいるんじゃないでしょうか。それは将来の保証を欲しいからではないでしょうか。将来の保証が欲しいから、はい、ぜひですね、皆さん、多くの人は何か保証を求めて歩んでると思いますね。いろんな保証を求めて、歩んでるのではないでしょうか。いい学歴とか、いい仕事、いい家庭という、まあ、この世のものというのは、将来の保証のために、何か保証を築いているようなことではないでしょうか。しかし、そのこの世的な保証というものは、本当の保証にならないということを私たちは、体験してきています。本当の保証、本当の保証とは何か。それは保証できる方に保証してもらうことですね。保証できる方に保証してもらう。多くの人は神様を信じませんから、神様以外のものに保証を得ようとしています。そしてその、神様以外の保証といったら、やはりお金ということになっていくのではないでしょうか。しかし私たちクリスチャンは、そのお金が保証にならないということを体験しています。本当に保証できるお方、本当に保証できるお方、私たちはその方を知ったのです。イエス・キリストを信じる信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは本当の保証を得ました。本当の保証を得ました。私たちは聖霊を受けたのです。聖霊を受けたのです。その聖霊が、神の国を受け継ぐ保証だと書いてあります。神様は、そのように、神の国が本当にあるよ。あなた方は神の子だよ。将来天国に行くよということの
保証をですね、与えてくれたのです。聖霊様ですね。聖霊様を受けるということは、この前金という意味もあります。前味という意味もあります。将来私たちが天国に行くことのですね、前味、それが油注ぎです。油注ぎというのは聖霊を受けて聖霊に満たされるということですが、油注ぎを受けると平安になります。油注ぎを受けると喜びが与えられます。油注ぎを受けるとこう癒されるのですね。まさにこれは、天国の前味と言ってもいいでしょう。天国という、私たちはまだ天国に行ってはいませんが、天国にまだ私も行ったことありません。もちろんね、行ったことありませんが、その油注ぎを通して、油注ぎを受けてるということは、その天国の前味ですね、癒されるとか、それから喜びがあるとか、満たされるとか、そういう天国のですね、天国の前味をですね、その油注ぎで感じるのです。ですからその油注ぎを通して本当に天国ってあるんだ、油注ぎを通して本当に神の力があるんだ、天国というのは本当に癒されて解放されて自由で楽しいとこなんだということ、前味として体験することができるのです。油注ぎによって天国を体験できるのです。油注ぎによって天国のね、天国が本当にあるということ、そして永遠の命が本当にあるということ、そしてこの本当に素晴らしいその神の愛に包まれた、神の愛に包まれた素晴らしい国があるということ、油注ぎを通して確認できるのです。前味を味わうことができるのです。この予告編をですね、味わうことができるのです。油注ぎを受けてない人はもちろんそれを体験できないわけですね。油注ぎを受けてない人は、その天国を体験することができません。しかしイエス・キリストを信じて油注ぎを受けて、油注ぎをこうに満たされて、油注ぎを満たされるとですね、ああ天国って素晴らしい、天国はあるんだ、永遠の命があるんだ、神様はおられるんだ、ね、ああ救われた、ああ罪がない、ああ、ね、神の子だとね、そのように油注ぎを通して、天国を体験することができるのです。そしてその聖霊様こそ保証であり証印なのです。聖霊様こそ保証であり証印なのです。ですからぜひ皆さん、私たちはもう天国を体験していますが、まだ体験してない人は体験したい、天国を体験したい、油注ぎを体験したいとぜひぜひ思ってほしいと思います。求める人は与えられるのです。求める人は与えられます。ぜひ皆さん、さっきの人形劇じゃないですけど、保証がある人はですね、保証がある人は死んでも落ちないのですね。保証がない人は死んだら落ちるのです。ぜひ皆さんが、その死んだ時に落ちない人になってほしい、死んだ時に落ちない人になってほしい。皆さん、火災保険ね、火災保険をかけててですね、火事になったらもちろん保険金がおりません。自動車保険をかけないでですね、自動車保険をかけないで、もし事故が起きたらですね、真っ青ですね、強制保険があるかもしれませんが、強制保険は対物保険がないですよね。ですからもしその、自動車事故を起こしてですね、任意保険がないとですね、
相手の車を壊した場合には、その、保険が下りないわけですね。ですから、保険の契約をしていたらば、自動車保険でも火災保険でも、保険金が下りて保証されます。事故のその、賠償、事故の賠償が、その保証されるのですね。それと同じです。皆さん、私たち、人間は将来の保証が必要なのです。将来の保証が必要なのです。私たちが死んだ時に私たちが天国に行く保証が必要なのです。契約が必要なのです。契約がなければ保証がないのです。契約がなければ保証がないのです。皆さん、本当の大事な契約、本当の大事な契約、それは死んだ後、神の国に行くという契約、神の国に行くという契約、永遠の命の契約、それはイエス・キリストとの契約です。イエス・キリストとの契約、これが本当の契約です。これから本当の契約です。皆さん、ぜひですね、この皆さんがまだ、契約していないならば、もう保証がないのと同じです。サブタイトルにない何もないっていう、何もない、契約してないんですか。皆さん、契約してないんですか。何もないんですか。保証がないんですか。皆さん、それでは不眠症になるのは当たり前です。皆さんが不眠症になるのは保証がないからです。保証がないから不眠症になるのです。保証がないので不安なのです。保証がないから恐れの人生なのです。皆さん、ぜひ、皆さんにとって本当に必要な契約、どんなことがあっても守られる本当の契約、保証に入りましょう。それはイエス・キリストを信じる保証です。イエス・キリストを信じる保証、それが、本当の契約です。本当の契約です。それではですね、その、皆さん、その契約が欲しい人、保証が欲しい人、アメンと言ってください。その、保証が欲しい人、契約が欲しい人、アメン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 、永遠の保証が欲しい人、アメン、アメン、アメン、永遠の保証が欲しい人、アメン、アメン、素晴らしい、アメン、アメン。そのアメンと、信仰を持ってアメンと言えば契約することになるのです。イエス・キリストを信じて、その、保証が欲しいならば、イエス・キリストを信じてアメンと言えば、もうそれが、信仰です。それが契約です。そしてその、保証である聖霊をいただくことができるのです。聖霊をいただくことができるのです。本当に最高の保証、最高の保証。そして、死んだ後だけじゃありませんよ。死んだ後だけじゃなくて、この生きてる時もですね、素晴らしい保証になるのです、ね。この生きてる時も、神様の保証が必要なんですよ、皆さん。死んだ後だけじゃないんです。この人生にも保証が必要なのです、ね。保証があって初めて安心して自動車を運転できるんじゃないでしょうか。もし保険がかかってなかったらですね、自動車保険がかかってなかったら安心して運転できませんよね。
小野さん、洗礼ではないんですね。洗礼ではなくて、聖霊ですね、聖霊。聖霊が保証です。はい、それでは、祈ります。天の父様、多くの人は、その、何らかの保証が欲しくて、何らかの保証が欲しくて、頑張っていますし、また得られないために、その保証が得られないために不安になったり恐れたり、生きていることが本当に、恐れの人生になっております。多くの人は、もう本当に生きることが怖いという、生活が怖くなっています。心配で心配で、本当に辛い人生を送っています。しかし私たちクリスチャンはイエス・キリストと契約をして平安と喜びを与えられています。聖霊様をいただくことによって、生きることに本当に必要な平安、生きることに、とって本当に必要な保証を受けています。恐れのない人生、不安のない人生を初めて生きることができます。今アーメンと言った方々に、そのような平安と喜びを与えてください。許された喜び、許された平安がありますように。どうぞアーメンと言った方々、平安を与えてください。保証を与えてください。イエス様、彼らの信仰によって、彼らの信仰によって、あなたとの契約によって、彼らに保証を与えてください。生きる保証、永遠の保証、彼らに与えてください。平安と喜びがありますように、平安と喜びがありますように。生きるときに人生の保証、死んだ後の保証がありますように。どうぞイエス様、彼らの心に本当の保証を与えてください。大きな大きな平安、大きな大きな喜びがありますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、本当にですね、私たちの信仰は確かな保証です。その例えば保険会社とのね、契約書みたいな、保険書みたいな目に見える保証ではないかもしれません。私たちの保証は目に見えない保証です。しかし信仰も目に見えません。聖霊様も目に見えません。しかし、小野さん嫌いじゃないですよ。私たちは信仰によって本当に確かな、確かな保証と信じます。天国があることも確かです。神様がおられることも確かです。イエス・キリストを信じる信仰によって救われることも確かです。皆さん、私たちの信仰は確かな信仰です。聖霊を受けて初めてそれが確認できます。兄弟姉妹の皆さん、喜びましょう。兄弟姉妹の皆さん、喜びましょう。私たちは最高の保証を受けているのです。永遠の保証を受けているのです。どのようなことがあっても恐れてはいけません。心配してはいけません。神様の約束は確かな約束です。恐れないで強くいてください。大きくいてください。恐れてはいけません。心配してはいけません。聖霊様がおられます。聖霊様がおられます。イエス様がおられます。いつも一緒にいてくれます。恐れないで、恐れないで、喜んで会いましょう。人生を喜びましょう。ありがとうございました。また明日、おやすみなさい。シャローン、シャローン、おやすみなさい。おやすみなさい。シャローン、シャローン、アメン。